今日の二人のテーマはカメことコスプレイヤーです、ね、目線くださいって言わなきゃ私そうそうそう私目線あの今あのレオさんの方バッチリ向いてますからねそうあ、どうもチェストかじゃあなんかあ、ちょっと待ってくださいカニバル、カニバル、ごめん、叫んじゃったびっくりしちゃった声開けちゃった、あまりにもカニバルであまりにもカニバルすぎてなキラーメンは名乗らないって決めてるのに名乗っちゃったすいません、すいませんカニバルの中のカニバルあのタイトル間違えてるのも衝撃だったしあれあーそこでやり過ごせると思っちゃったんだなびっくりして思わずなんかキラーメンあげちゃったよえ、なんでチェストケースねああ。でもサバは避けるだけだからまだ。うん。いいそうです。ねえ見つかっちゃった死んじゃったわ。割り俺死んだ。めっちゃタイミング悪いところで見つかってしまった。誰か言ってくれてるかな？どうでしょうね。まあ一人は一生懸命回してますが。したこと忘れちゃった。すまね。もし変な給料したらごめん。マジでごめん。おお。おお。なかなか張り付いてますやん。いや、いなくなったか。今だめっちゃ目立つわめっちゃ目立つなこの人めっちゃ目立つまあコスプレイヤーなんでね、まあ、コスプレイヤー目立つの仕事なんで確かにこのイベントの主役は私よみたいなそう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 私よみんな分かってるわねって感じでいますどこ修理しに行こうかなあ、私、招待状一個も取ってない。大事なこと気づいた。さて、どうしよっかな。カニバルって難しいっすよね。ですね。私、チェイスってど下手くそ選手権ですからね。私もですね。ね、他のキラーよりなんかカニバルが使用してるの見てるはずなんだけどな。私もね、散々見てるはずなんですけど、見てるはずなのになぜか上手くならないんですよね。何も上手くなってない。ただただ、ああカニバルすごいなってなってるだけ。なんか強いって思うしかできない。誰か言ってくれるよな。みんなサバイバーが毎回思うやつ誰か言ってくれるよな誰か言ってるでしょう誰か言ってるやろこれってでも流れ的には私が助けに行くとこなんだよなこれは誰か言ってるでしょう、ありがとうありがとうごめんなあたいあたいちょっとあたいあたいちょっといけへんねんと優しいザのつく人が言ってくれたやろうなありがとうザのつく人うーん死ぬ3秒ぐらい前です ね頑張っていやー無理だないファイないファイないファイないナイスケナイスなんて言うんやっけないけないけあもう店員埋まってたあキラーさん招待状持ってなさそうな気がする衝撃の事実なんか持ってなさそうな雰囲気ありますけどね
うおー、助けるのは俺だ俺だ俺だー。はい、ありがとうございます。どうしようなこれでも。あ、どこどこどこ、ここか。いやー、きついですね。ですね。どうしましょう。こんばんは。代わりに私が挨拶しよう。江戸川さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あれ？カメラマン全然写真撮れてないわ。あ、やばいやばい。やばいやばい。やばい。バニーパレットかよ。もう、わからん。え、色黄色いやつはバニーパレットですよ。え、違うんです。なんか青く光って倒せると思ったら倒せなかったんですよね。あ、それは作らないといけないというか、今作れるようなんです。そう、作れるようなんだと思って、あれ板あると思って勘違いしちゃって、うわーってなりました。まあいいや、これで救えたから。ごめん、変な救い方して。参加希望じゃん、挨拶。なるほど、確かに。ドキさんのところの挨拶は参加希望ですね。なんか違う。いや、でもちょうどあれか、みんな。足跡消えたのか。でも向こうは死にはないんですよ。なあ。しかももう追いかけられてる途中だからきついやつか、あれ。みんな無理しないで逃げて。ありがとう。参加希望が挨拶だと？古事記に書いてた。私古事記に出るほどの人間ってこと？すごいですね。さすがアルキさん。すごいな私。そこだよな。きちいな。一回セルケア回すか。いや、間に合わんか、セルケアしたら。うん、隠ればあるやないか。絶対あるぞ。そんな、いや、でもこれは、いや、そうやな、そうやって助けてくれるよな。絶対ある、絶対ある。行くじゃなかったら、なんか招待状のなんか、あの、なぜか見えるって言われる。ああ、え、なんか知ってます、招待状ついてたらどっか入ってもいいっていう話。え、そんなんあるんすか。なんからしいんですよ。知らんかった。もしかしたらそれで壁が透けてるか、はいはい、隠れはあるかなと思うんですけど、さすがに。でも私ディストーション1個減ってるから、多分隠れはありますよ。 ありますよね。あ、ヤンゴさん、こんばんは。こんばんは。ロキさんとかね、触覚が触覚が何すか、何すか、これ触覚がすごい画面の真ん中に何すか、何すか出てくるのめっちゃ面白い。時折出てくる。ねえ、こう、これ触覚ちょっと揺れる。おお、何ロッカー検知されとんねん。あら、いや、でもわかるよ。私もついロッカー行けるやろって隠れて捕まる時ある。こいつは挨拶代わりや。一般人モード挨拶代わりにしないの。ロッカーって挨拶いっぱいあるんですね。うち挨拶いっぱいあるんすよね。初心者の人困るじゃないですか。困るが本当なの。ねえ、そう、皆さん、あの、挨拶はこの時でいいです。挨拶ありがとうございます。あら、どうでした今日の挨拶は。あ、挨拶するとね、気分が良くなるって言いますからね。え、これ追われてますやんですね。今回はでも、あんな感染バグってないな。なんかよくね、バグってるのチェイスしながら発電機回してるみたいなね、表示よく出てますからね。お、あ、今光、え、今透けてた気がする。気のせいかな。出る時のあれで見てたのか。私とうとう投資の能力得ちゃった。
なんかその黄色のねくるくる回ってるのがロッカー入ってても見えるっていう、エッチじゃん、あの石なんですよ。つけたろ、ほらなんか来ましたね。わーい、あのね、あのね、ちょっと話し合おう。絶対まやかしじゃん。 あるよね。いった、ああなんか壊された。あかね命だった。あいたあーすぐ壊れるから当てなきゃ意味ないんですよ。でも当たってましたよね、多分きっと。当たってたかな、でもあれ。当たってない気したじゃん。当たった気持ちになっただけか。シェバいいんだ、逃げろ。俺の答えいい、逃げろ。来るんじゃない。来るんじゃない。兄さんこんばんは。ちょっとそれ初めて言われたかも。来るんじゃないか。でもなかなか言われないですよ、このご挨拶。え、なんて言ってたんですか。え、本音をって言われました。あ、こんれよこんれよ、今日もアイドルレオンちゃんの配信始まってるぞ。私だとだいぶキャラ違いますね。あの今多分みんな聞こえてるから、私がレオンさんの代わりに挨拶してます。あ、なるほど。みんなこれからこんれよって言おうね。浸透させてこ。私の方にも銀さんこんろきでございます。ちょっと一般人モードするの待ってね。さすがにやってる時にはできない。いや、こんなのありがとうございます。こんれよってでもなんかこんれよ言ったことないからさ、言った時代からか知らないけど、すごいなんか恥ずかしいと思います。じゃあ、アイダトってコーンにしたらどうですか。あの、レじゃなくて後ろのオンを取るという。あー、なるほど。コーン、キツネみたいじゃないですか。コーン。キツネっぽくないですか。あー、なんと潔い。コーン。おー、え、どこ。すごい、招待状取ってないでしょ。全くあれ、ハッチどこ、遠隔フック使ってないし。ハッチどこ、ハッチ、ハッチ、心配はいらないわ。すぐお友達のところに行けるから。は終わってる。なんか5秒ぐらいで閉じられましたけど。はや、終わっとるって。こんな、でも向こう側だし、絶望。これはもうロキさんがあとライブ始めるしかないんじゃないですか。ロキちゃんのライブ始まるぞ。早すぎ、ワロタ。これはね、こんな服装で霧の森来てるんだから、もうアイドルするしかないか。アイドルするしかないんですよ。いやいやいや、私は今日はあのロキさんのカメ子なんでね、結構あの地味スキンですよ今日は。やってきた。あー、無理ー、どうしようもねー。ダメか。ハッチ悲しすぎる。目を覚ませがあれば。目を覚ませ、どんな効果でしたっけ。ゲート開くの早い。あー、それがあればよかった。許してー。無理やん。無理やん。ごめんって、許して。開けて開けて。やだ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 、絶対お願いお願い。はあ、悲しみ。フックないのつらいよね。さあ、もう持って行ってくれ。あ、そこで
なぜ追い捨てされちゃった。追い捨てされた。じゃあいいよ、私自分の好きなとこ行くからね。私あっち行くんや。ランボルパークの時に2、3ちょっと私の下着見てんじゃないの。エッチ、確かに方角がねえ、エッチ見てるわこの人。うぅぅぅぅ、めっちゃうなずいてくれてる。うわめっちゃ回転してる。あっちの方がダンスうまいぞ。ダンス力負けてますね。すごい華麗なターンされた。ちょっと待って、銀さんの子音、怨念の音やん。嫌だよその音。指示ありがとうございます。あ、そうするんだ。あー、暗号シーンね。暗号シーン最近で、イタッチに隠れ場にマヤカッスイね。マヤカッスイです。いや、キラ見せていただきました。いやいや、見せていただきましたじゃないのよ。普通に覗いてるやん。堂々と言うのは潔し。びっくり見ました。もうそんなに見るなら、そんな風に言うなら許すわ。今日シェバちゃんのこのバナーのやつ、ちょうどかあのカメコ向きですよ。え、なんか全然見てなかった。ありました、なんかいい感じ。なんかピンクのカメラですよ、かわいい。画像撮ってリオンさんに送っとこう。あ、違う、なんだこれ。ね、ね、ね、なんかピンクのカメラですよね、かわいいと思って。かわいいと思って。私今日カメコのはずなのに。だからちょっと違うけど、カメコのザリーナさんにぴったりやんと思って見てました。